東洋医学公益講座は未病予防協会の提供でお送りします。下の形を見ます。下そのものの肉質見るときに形とかその状態とか表面の線とかあと凸凹とか見ることで。 体はどういった状態になっているかというのは診断することができます。まず形としては、この舌そのもの、硬くて、太くて、あるいは粗い、あるいは乾燥しているとか、こういった状態の場合は大体熱症とか、あるいは実症といった症状があります。もし柔らかいとか、ツルツルしているとか、全体的に水っぽいという状態だったとしたら、この場合はさっきの反対で、 強症、あるいは寒症、寒い、ということを意味します。あと、舌全体的に肥大してる。太い。大きい舌だとすると、陽鏡とか気鏡とか、あるいは非鏡といった症状があります。詳細はまたちょ後ほど説明しますけど、あと、熱がたくさん詰まってる。中でこもっている状態でしたら、ひどくなってくると、舌全体的に腫れてしまうということがあります。舌の表面にトゲトゲが出たりする。これも熱症の症状。 下の表面にただの線ではなくて割れてしまうということがありますこれも陰境というタイプの人は下の表面の割れ目がありますその次、下の状態を見ます下の状態で下外に出すときに例えば震えるということがあるでしたら体の中には風邪が溜まっているということを意味します風邪の特徴なんですけども体はよく動くんです例えば手を震えたり頭が震えたりするとかそういった震えるという症状がある場合は これ風邪が溜まってるということを意味します下も同じです出す時に力強く出すではなくて軟弱の状態で出している場合でしたらだいたい気境という症になります体の中でエネルギー不足ということを意味します出して歪んでいる場合真ん中ではなくて左に寄ったり右に寄ったりするというのはだいたい高血圧ひどいタイプあるいは脳卒中の前兆の場合はこういう下になります脳卒中のもう一つの特徴としては 下全体的に硬くなります。硬くなったり、あるいは寝てる時によだれが出てしまうということは要注意です。下を見るときに、全体で色を見ます。色は5色あるという話をしました。もう少し加えますと、正常の下の色っていうのは薄い赤色、ピンクに近い状態の薄い赤の方が正常です。つまりこれはちゃんと血液は正常な状態を意味します。もし このピンク色は抜けて赤い色を抜けて白っぽいだとしたら体の中の血構です。つまり血液不足ということを意味します。出血している場合、あるいは風邪ひいてしまう場合はこの下の色はだんだん白くなったりするということもあります。濃い赤だとしたら体の中には熱がこもっているということを意味します。汚れで血液あちこち溜まっててしかも体冷えている状態であれば下の色、青紫っぽい色に なりますこういう青紫っぽい色っていうのは特に舌の表面に紫っぽい斑点があったりするということはこれは体の中に凹結が相当溜まっているということで特にがんの患者の場合はこう,いう舌を持っている方は非常に多いですのの裏に2本血管がありますでこの2本の血管正常であれば静脈ですから細く見えるんですけどももし体の中にその凹結がたくさん溜まっている 特に心臓の周りとか頭の中にはそのおケツが溜まっている場合だとしたらこの血管がすごく太くなってきてひどい人は2つの血管をつないでしまって舌裏全体的に青紫っぽい色になってしまうということもありますそういう舌にしている場合だとしたらそういった心臓血管の病気で倒れてしまっても全然おかしくないですあとこの舌の表面にいろんなシワとか亀裂とかある方は結構多いです でもし、シワがあるでしたら、耳心の時も話しましたので、シワってキーが足りない状態。つまり、キーが不足、機能を低下しているということ。キーが充満している状態であれば、シワが出てこないはずなんですけども、顔も一緒です。例えば、E 系、大腸系、の胃腸系のキーが弱いだとしたら、ほうれい線が増えたりします。胆系、関系のキーが弱くなったりすると、目尻の線が増えたりします。下の表面も同じです。 こういう線が入ったりするというのは、対応する部位の機能低下を意味します。例えば、下の先端のその両側に細い線が入っている場合は、甲状腺の病気が持ったりするとか、あるいは肩甲骨が痛いとか、そういった細い線が入ったりします。気管支前んの場合は、こういった下の前の部分、つまり肺に対応する部分に、枝状のシワがあります。あるいはよく、 咳したりする場合は、下の前の方が横向きの、腹質底の細いシワがありますで。もし真ん中の方にこういったシワがあるでしたら、胃の働きがあまり良くないです。胃の炎症とか、逆流性食道炎とか、胃潰瘍とか、そういった病気の場合は、下の真ん中あたりにしわ、あるいは亀裂があります。特に亀裂の場合は、陰胸という症状になります。 体の中に血液不足とか水液が足りないとかそういった症状の場合だとしたら亀裂がよくできたりします今回の内容はあなたのお役に立てましたでしょうか東洋医学を暮らしに生かす身近なものとしててこれからももお伝えさせていただきますもし今日の内容を誰かに知ってもらいたい誰かのお役に立ててもらいたいと思ったらこの講座をシェアしていただけると嬉しいです。 またこの講座の最新号をいち早く見たいという方には YouTube のチャンネル登録がおすすめです。では、また次回お楽しみに。